皆さんこんにちは、ともにょんです。今ねちょっとね緊急で動画を撮ってるんですけど、なぜかというとですねちょっと予想外の事態が起きまして、なんていうのかな、なんかあんなにちょっとうまく弾けませんでしたとか、全然ダメでしたとか言っちゃってたんですけど、レターパックコンクールの時持ってくって言ったじゃないですか。それでもう本当翌日ぐらいにレターパックが返ってきたんですよ。でもうなんかその時すごく落ち込んでたんで、もう絶対ダメだと思って開けてなかったんですね。でそうしたらちょっとまあ気持ちが皆さんのおかげで盛り上がって、なんかちょっとまあちょっと結果見てみようかなと思ってレターパック開けてみたんですね。そしたら、一応予選は突破ならなかったんですけど、ちょっと表彰状が入っておりまして、で入選っていう形で、ある一定の点数を超えた人にはなんか入選の表彰状が来るみたいで、なんとそれが入ってました。ありがとうございます。最高得点がね 8.2 とかの点数をつけてくださってる先生がいて、多分ねなんか8点超えたとかだと表彰状もらえるのかな、10点満点中ってとこなんですけども、大体平均的に 8.2 とか 8.1 とかがついてたので、みたいな、なんか自分の中では5点とかだったんですよ、自分のね聞いた感じでは。もうなんか残念賞って思ってたんですけど、なんか実はねちょっと8点以上をつけてくださってたみたいで、なんか意外と高評価だったんですね。それがすごいびっくりしちゃって、でちょっと後で公表、先生5人いたんですけど、その5人の先生みんなからのメッセージっていうか、これからの何ですかね、アドバイスみたいのがすごい書いてあって、あと演奏に対する評価ですね、それが丁寧に書いてあるんですよね。私コンクール出たことなかったんでこんな風にしてもらえると思わなかったんですけど、すごくねいろいろたくさんためになることが書いてあったので、すごくびっくりしてます。でなんかすごいそれ読んだ時泣いちゃって、こんなに思ってくれてたんだっていう、なんか不思議な感覚っていうか、自分ではもう全然5点ぐらいだったので、実はね皆さん8点台をつけてくださっていたので、すごい嬉しかったですね。でこの後ちょっとまた中身の公表のね内容とかを後でしっかり撮り直したいと思いますが、ちょっと今びっくりしちゃったので急いで動画を撮りました。ではまた。